ようこそ、データサイエンス研究所へ。はい、えっ、ー、と、今回はですね、非同期処理とアクシオスについて解説していきたいと思います。はい、えっ、ー、と、今回やる内容は、まあ、メインはアクシオスですね。まあ、その、フロントとバックでやり取りするときに、まあ、かなりよく使われる、あの、関数になります。関数というか、モジュールというかですね。なので、まあ、それを解説するにあたって、非同期処理っていうのが、まあ、重要になってくるので、まあ、そのキーワードと合わせて解説していきます。 で今回の流れこんな感じで環境構築。で、次にタイプスクリプトの実装で、このプロミス型っていう型と、あとアシンクとアウェイトについて解説します。で、その次にバックエンドとアクシオスですね。実際にあのフラスクのバックエンド API、以前やったシリーズの内容を使って、まあバックエンドを起動させて、実際にアクシオスで連携したあのやつについて解説していきます。 データサイエンス研究所。はい。それではですね、タイプスクリプトの環境構築なんですけど、ソースコードいつも通りですね。はい。ここからダウンロードしてください。で、VS コードで開いて、で、中身こんな感じですね。今回は7のプロミスなんですけど、バックエンドとタイプスクリプトっていう2つのフォルダーがあります。で、このバックエンドとタイプスクリプトなんですけど、まずですね、このバックエンドの中身は api.py と requirements.py。 テキストだけになってます。もう本当にすごい簡単なバックエンドのアプリしか作んないので、まあもし事前知識がなくても、まあもしかしたら普通にわかるかもしれないです。まあすごい簡単なやつです。で、次にタイプスクリプトフォルダーですね。これの中身はこんな感じになってます。はい。まあ前回のやり方で、あのアクショスを実際にインストールするっていうことをやって、まあこの状態にします。で、この、これですね、ソースフォルダーの中身がこんな感じで、 合計7個のタイイププスクリプトファイルからできてますなので、まあ、これらのコードを実行しつつ、非同期処理とかを解説していく流れになります。はい、そしたらですね、今回の流れ見ていくんですけど、まずタイプスクリプトの環境構築ですね。まあ、前回やったように、このよのプロ,プロミスの中のタイプスクリプトの中に、まあ、あのもうそのダウンロードした人は、もうこれ準備できてるので、別にやんなくていいです。 ま、そのまま、あの、コンパイル、コンパイルして実行してもらえばよくて、まあ、自分で改めて作りたいよっていう方は、まあ、このタイプスクリプトフォルダーに、まあ、じゃなくてもいいんですけど、好きなフォルダーに行って、で、プロジェクト実際にこう立てて、アクシオスインストールして、で、NPX の、これですね、TSC のイニットでコンパイル系のやつやって、で、前回と同様にこの tsconfig.json ファイルをこんな感じで変更します。で、 そしたら、まあ、パッケージ .json にこの情報を追加して、で、npx.tsc ってやると全部コンパイルされます。はい。全部のファイルが一気にコンパイルされて、で、それ1から4まではそのまま、あの、JavaScript ファイルを実行していきます。はい。だからこれはすごい簡単です。ただ、次のやつ、5と6のファイルに関しては、このバックエンドで、これ。 あの、実際に API 起動させて、で、その状態で5と6のファイルを実行していきます。はい、それではですね、実際にファイルの中身確認していくんですけど、まずですね、プロミス型について解説していきます。で、その中で f u n c t s のファイルから解説していきます。で、このプロミス型って何かっていうと、非同期処理を扱うときの型になります。で、非同期処理が何かっていうと、ま、その、同期処理だと、 もう、コード上から順番に実行するんですけど、非同期処理だと、途中で、あ、一旦これやっといてねって投げて、そのまま、あの、下実行するってやつになるんですけど、まあそのコード見ながらやっていった方がわかりやすいので、コード見ながらやっていきます。はい、そしたらまずですね、こちら、あの、関数を作成します。これが非同期処理を行う関数になります。で、 これどういう風に作ってるかっていうと、まず引数ですね。n と isError っていうやつになります。で、n は Number ですね。で、3っていうのをデフォルトで入れて、isError はこれ False をデフォルトで入れてます。で、この返す値が Promise っていう値になってます。だから Promise 型を返すよと。で、その中でも結果は文字型、ストリング型だよっていうのを返します。 で、そしたらですね、この関数の中身見ていくんですけど、まずリターンでこの new のプロミスオブジェクトを返します。で、その中身見ていくんですけど、その中でも関数を書いていきます。で、この引数は resolve と reject っていうのを受け取ります。この resolve っていうのが実行が成功した時に返すやつ。で、reject がエラーが出た時に返すやつだと思っておいてください。で、これですね。はい、この setTimeout 関数を実行します。 これは何かっていうと、こっちで指定した、まあ、3000ミリ秒、まあ、3秒ですね。3秒後にこの関数を実行するよっていうやつになります。じゃあ何を実行してるかっていうと、まずコンソールで、このコンソール N っていうのを実行してます。これ N は3ですよね。だからコンソール3って実行します。まあ、引数変えれば違う数値で出てきます。で、あとは、これですね。isError、うん、の、あの、if 分で、もし isError が true だったら、 リゼクトでエラーを返します。エラーが発生しましたって。で、エラーがフォルスだった場合は、リゾルブで、ハローワールドっていう文字型を返します。はい。じゃあ実際にこれ、もう一回これ、さらっとおさらいすると、まずこの関数の引数は n と isError です。で、プロミス型を返します。で、関数の中身見てみると、3秒後にこれを実行する関数です。で、コンソール n と、あとはまあその数値を 数値じゃない。このハロ l l o w を返すかエラーを返すかの2つだけの関数になってます。でですね、今後のタイプスクリプトファイルはこれをインポートしてこの関数を使ってどういう挙動になるかっていうのを確認します。はい。そしたらですね、続いてこの1の promis.ts っていうファイルを見ていきます。で、実際に実行してどういう出力になるかを見ていきます。はい。まず、この f u n の j s から d e l e t e h e ー l o っていうさっき定義した関数をインポートします。で、 まず、コンソールのログでコンソール1っていうのを表示させます。これですね。一番最初に出てくるコンソール1になります。で、次に、ここで DeleteHelloWorld ーー関数を実行します。p1 として、その結果を p1 とします。で、この時点でですね、DeleteHelloWorld ーーは、まあ、もちろん N の初期値が3だったので、コンソール3ってあの返すはずですね。そのまま本来実行するなら、3秒待った後にコンソール3っていうのと、 ま、あ結果ですね。ハローワールドか、それかエラーを返す。っていう関数になっているはずです。で、この P1 ですね。P1。これを次にコンソールで表示させます。で、この P1、見ていくんですけど、こんな感じですね。まずこのコンソール1の次に、この Delete ー,ーワールドのコンソール3っていうのは表示されません。で、次にここが、ここ飛ばしてここが、あのー、表示されます。P1 はプロミス型になってます。プロミス型。P1 はプロミス型。で、 本来だったらデリートハローワールドがまあがプロミス型じゃなかった場合ですね。あの非同期処理じゃなかったらそのままコンソール3って表示されてこの p1 の結果っていうのは成功してる場合はハローワールドって出てきてるはずです。もしくはエラーが出てるはずなんですけど非同期処理の場合はこの返り値がまずプロミスになってます。で、あとこの中の関数は今実行されてません。だから非同期処理なので実行しておいてねっていう状態になってます。 で、次にですね、この p1 なんですけど、これの実行結果を見る場合、どうすればいいかっていうと、この .zen っていうのを定義します。定義っていうか実行します。メソッドですね。で、カッコの中、引数は結果を受け取ります。リザルトで、その中に console4 っていうのがあって、リザルトを表示させてます。で、最後に console.log の console2 っていうのを見て、これ実際見ていくと、わかりますか ?console1、コンソール 1, 2、3、4で最後に結果が出てるっていう順番になってます。 はい。えっ、ー、と、ここから分かることはですね。まず、この、コンソール1。まあ、これはもう、紛れもなくこ、こそのまま出てるだけ。なので、気にしなくていいです。これですね。デリートハローワールドを実行したときには、それは実行されないんですね。まあ、あの、非同期処理で実行されるんですけど、とりあえず、ここで中身が実行されてるのは確認できませんよね。実際にその、コンソールの3っていうのが出てきてない。し、ハローとかも返ってきてない。だから、プロミスが返ってきてる。で、 そしたら次にこの p1.zen っていうのもあるんですけど、これも実行されないんですよ。この中身も実行されない。とりあえず、一回、一旦実行せずに下に行くんですよ。だからコンソール1の次にコンソール2が実行される。まあ、この p1。これと、これも含めてですね。コンソール1、p1 が実行されて、コンソール2が実行される。で、そこからですね、ここが終わったら、この delete hello world が処理されて、コンソール3が出てきます。やっと。 で、この全っていうのは、この非同期処理の実行が終わったら実行される関数です。なので、このデリートハローワールドが実行が終わった。じゃあ、ここを実行しようということで、リザルトを引数にして、コンソール四4とハローワールドが実行されてるっていう感じになってます。はい。ですので、この非同期処理っていうのは、一旦実行しておいてないと。まあ、上から順番に実行するんじゃなくて、一回これ置いといてっていう、あの、関数が非同期処理。関数というか、処理が非同期処理になります。 はい。そしたら続いて、2の error.ts について見ていきます。これは、非同期処理中にエラーが起きた場合ですね。エラーを返した場合どうなるか見ていくんですけど、そのためには、これですね。delete hello world。ここに3と true っていうのを入れます。まあ、n u m は3ですね。コンソール3っていうのを表示される。で、is error の部分を true にします。まあ、要はエラーを返すようにして、これの挙動を見ます。まずこのコンソール1と p2 に、このプロミスが返ってくるのは、そのままですね。以前と変わらない。 で、次に、この全とキャッチっていうのを定義します。で、全はさっきと変わらないですよね。まあ、その、この非同期処理が終わった時にこれを実行してねっていう関数です。で、このキャッチが今回のポイントで、エラーが出た場合は、このキャッチが処理されます。で、引数はエラーで、コンソール4の後にエラーを返すようにしてます。で、最後コンソール2ですね。でですね、実際にこれ見ていくと、コンソール1、2で、この Delete Hello World のコンソール3が出て、最後に、 このどっちかのコンソール4が出て、その後に結果が出てるんですけど、まあ、これを見る限り、このエラーっていうのがここに表示されてます。はい。ハローワールドが失敗してるってやつですね。はい。ですので、ここで言いたいのはこのキャッチです。はい。あの、成功した場合はこの全っていうの,の中身が実行されるけど、失敗した場合はこのキャッチの中身が、あの、実際に表示されます。 はい。そしたら続いて4のアウェイト行くんですけど、ま、ああの、3のファイル飛ばします。あの、特に何か説明しなくてもいいかなって思ったので、あの、飛ばして4を説明していきます。じゃあ実際にこれ見ていくんですけど、この非同期処理によく扱われるのがアシンクとアウェイトっていうのになります。アシンクは関数の手前につける、これですね。アシンク。で、アウェイトは関数の手前につけるやつになってます。で、 これをするとどうなるかっていうと、非同期処理を同期的に処理するようになります。じゃあ実際にこれ見た方が早いんですけど、メイン関数を定義します。これ手前にアシンクをつけてですね。まあこのアウェイトっていうのが非同期処理を同期処理にするやつで、それを使う際にはアシンクってあのつけなきゃいけないんですね。関数の手前で。だからまあこれはセットだと覚えておいてください。で実際にこれ読みます。はい。コンソール1がまず最初表示されます。これはいいですね。 で、次にこのデリートハローワールドを2にします。だからコンソール2って表示されるようにします。で、これ実際にですね、ここが実行されます。はい、コンソール2で、次に P4 が実行されて、コンソール3が実行されると。わかりますかこう、上から順番に実行されてるんですよ。この Await を使うと。で、ちゃんとコンソール2って出てきてるし、このあのデリートハロー l o w の返り値、この実際の結果の値も、 さっきみたいに、かの、プロミスのあ、あの、型じゃなくて、ハローワールドっていう結果が返ってきてるんですね。で、こういったみたいに、まあ実際にこの非同期処理にアウェイトとアシンクを使うと、まあ普通に今まで通り、まあ上から実行するだろうっていう感じで、あの実行されます。だからここは、あの3秒ぐらい待った後に実行されて、こう上から待つようになります。はい。そしたら続いて、バックエンドの起動についてやっていきます。まああのバックエンドと実際にですね、 あの、アクション数で連携させることをやっていきます。で、バックエンドはもう超簡単です。はい。requirements.txt はこれ必要なやつですね。フラスクとフラスクレストフルっていう必要なライブラリーになります。で、api.py の中身はこんな感じです。はい。ま、いろいろな設定あるんですけど、これですね。このレスポンスに返すのがメッセージに hello world っていう返すだけの API になってます。もうめちゃめちゃ簡単なやつになります。 で、実際にですね、これを起動させていきます。まず、カレントディレクトリをバックエンドに移動させて、で、Python3 の -m の弁ブ弁ブで仮想環境を作って、で、Source ン、MM、アクティベートで仮想環境の中に入ります。で、Pip アップグレードして、Requirements.txt の中身をインストールして仮想環境を作成です。で、そしたらですね、まあ、そのまま、これ Python3 のこれ api.py 実行してもらって、ここに URL が出てくるので、この URL を使います。 で、実際にこれですね、あの、ブラウザからアクセスすると、こんな感じで、メッセージ、ハローワールドっていうのが返ってきます。ですので、まあ、これだけが返ってくるや、あの、バックエンド、あの、サーバーの処理だと思っていてください。はい、はい、そしたらですね、続いてアクシオスで連携やっていくんですけど、まあ、これが今回のメインの部分と言っても過言ではない。まあ、これとあと次のやつですね。なんでかっていうと、その、今まで非同期処理とかプロミス型、なんで説明したかっていうと、このアクシオス自体が非同期処理なんですね。 だから、あのー、さっきのプロミスとか、あの、アシンクとアウェイトを扱ったやつですね。だからデリートハローワールドでしたっけっていう関数を定義したんですけど、まあ、それが非同期処理の関数を自分で定義して試してみたんですけど、このアクシオスが自体がですね、非同期処理になるので、まあ、それの挙動がさっきの挙動と一緒になるわけです。で、実際に見ていくとこんな感じで、まずコンソール1が出てきます。で、次にアクシオスのドットゲットで、 p5 を返しますと。で、p5 の内容を見えますと。で、これ、あの、このアクシオスがさっきと同じ非同期処理の場合はですね、まあ、コンソール1が最初に表示される。で次に p5 の内容には、まあ、もちろんプロミス型が返ってきますと。で、非同期処理だから、この .zen と .catch も定義しなきゃいけない。で、ここに、コンソール3と result、もしくはコンソール3と error っていうのを表示させるようにします。で、最後にコンソール2ですね。 ですので、これ、非同期処理だから、コンソール1の次は、そのままコンソール2が実行されます。で、その次に a x i o ス g ットゲットが来て、その結果に応じてどっちかのコンソール3が表示される。あとは、まあ、リザルトかエラーが表示されるようになってます。じゃあ実際にこれ実行するとどうなるか見ていくんですけど、こんな感じですね。コンソール1。で、次に P5 にプロミスっていうのが返ってくる。はい。まあ、非同期処理っていうのが確認できます。で、次にコンソール2、コンソール3が出て、こんな感じで。はい。 ステータス200でステータステキスト OK とかヘッダーとかまあいろいろバーってここ省いてますけど最後にデータでメッセージハローワールドっていうのが届いているのがわかりますはいじゃあそしたらですねアクシオスとアシンクなんですけどまああのもちろんこのアクシオスもあの非同期処理なのでこの Await とアシンクを使うことができると実際にやってみるとこんな感じですねまずコンソール1でアクシオス .getAwait で P6 受け取ってでコンソール2で表示されると で、これなんかエラーが起きたら、このトライキャッチでエラーが出力するようになってます。じゃあ実際にこれですね、あの見ていくんですけど、こんな感じになってます。コンソール1、で次にこの P6 の内容が来て、最後にコンソール2と、まあ上から順番に実行されているのが確認できます。データサイエンス研究所。はい、それでは最後まとめなんですけど、今回はですね、まあ非同期処理とアクシオスということで、まあメインはこのアクシオスでの連携ですね。 でその前に最初にプロミス型非同期処理がどんなものか解説して、まあ基本的には、まあ最初はこうドットゼンとか、そのプロミス型で帰ってきたらドットゼンかドットキャッチとかで、その実行後の処理を書かなきゃいけない。ただ、アシンクとアウェイトを使うと上から順番にそのまま普通の関数として実行できるよっていうのを説明して、で、次にアクショスですね。まあアクショ、アクショス自体が非同期処理なので、まあこれと同じようにプロミス、 ね、ドット、ゼンとかドットキャッチでやる。もしくは、アシンク、アウェイトで上から順番に実行するっていうのをやる必要があるっていうのを解説していきました。はい。いかがだったでしょうか非同期処理とアクシオスについて。もしよろしければ、チャンネル登録、高評価、コメントぜひお待ちしております。それではまた。バイバイ。